戦国時代の合戦は勝つこともあれば負けることもあるもの。相手の状況にもよりまするが、互いに戦略を探りつつ勝つための方策を考えており申した。ところが歴史を紐解いてみれば、これは負けるべくして負けておるよなと言わざるを得ない残念な合戦もございまする。こたびは大失敗のおかげで敗北してしまった戦いを5つ紹介してみたいと思います。味方が大軍で安心した。酒盛りのおかげで負けてしまった大友軍、今山の戦い。戦国時代の九州で最強の存在だったのが豊後の大友氏です。九州6カ国を支配し、南蛮貿易によって鉄砲など強力な武器を手に入れていました。ところが大友氏にとってにわかに目障りな存在となったのが肥前の龍造寺隆信です。あれよという間に地区後肥後へ手を伸ばし、大友氏を脅かしてきました。そこで大友宗麟はここで一挙に龍造寺を叩くべく大軍を動かすのです。元亀元年1570年、6万と号する大軍が肥前へ攻め込みました。一方、龍造寺隆信が動かせるのはわずか5000程度。そこで佐賀城へこもり、大友の大軍を迎え撃つことになります。しかし徹底抗戦の構えを崩さない龍造寺軍の抵抗は激しく、城が決して落ちることはありません。やがて戦いは長期戦の様相を呈し、決定打が出せないまま時だけが過ぎていきました。ついにしびれを切らした宗麟は弟の大友親貞を総大将に任命。一気に型をつけるべく総攻めを命じるのです。そして総攻撃の日取りが決まると、その前日に近貞は前祝いと称して主演を催しました。味方は大軍ですから、もはや勝ったも当然と思い込んで慢心したのでしょう。兵たちは酔いつぶれてしまい、大友の軍は乱れに乱れたと言います。しかしその様子をじっと観察している者がいました。実は龍造寺家臣成松信勝が密かに敵陣の偵察に出ており、この乱痴気騒ぎを目撃したのです。報告を受けた隆信は早速配下の軍勢を3つに分けて進ませました。そして夜明けとともに大友軍へ襲いかかったのです。今日疲れた大友軍は大混乱となり、総大将の大友親貞も深酒をしすぎて朦朧としています。なんとか逃げようとしますが、千鳥足では足元もおぼつきません。ついに成松信勝の槍で貫かれてしまい、あっけなく首を取られたといいます。こうして大友軍は惨敗に終わりますが、もし親貞が油断しきっていなかったら、きっと負けたのは龍造寺側だったに違いありません。この今山の戦いで討ち死にを遂げられた大友貞親様でございまするが、実在の人物だったのか、どうも不明な点が多いのじゃ。一説には菊池義武様のこともされておりまするが、義武様は宗麟様に義絶されて追放されたお方。その息子を宗麟様が重用するとも思えませぬ。あるいはあまりに不甲斐ない敗戦を喫したことから、あえて師匠から抹殺されてしまった、そんな見方もあるようじゃ。一方龍造寺方には勝利の女神がおられました。それが隆信様の聖母慶銀二様にござる。大友の本陣が油断しているという知らせが入った時、隆信様や鍋島直重様といった重臣たちは尻込みして動こうとなされません。そんな時慶銀二様が皆の前で啖呵を切られたのじゃ。この家中に小野子はおらんのか。揃いも揃って猫に睨まれたネズミのようではないか。とっとと幼稚園行ってまいれ。あまりの剣幕に龍造寺軍は城を飛び出し、ついに奇襲を成功させたといいまする。グダグダだった石田三成の城攻めとは、忍城城の戦い。天正18年1590年、
豊臣秀吉は北条氏を討伐するため空前の大軍を率いて関東へ攻め入りました。また小田原城を囲む一方で各地の市場制圧に乗り出します。松井田城、八王子城、八幡城などを次々に攻め落とし、いよいよ押し城へ豊臣軍が迫ってきました。さて押し城攻めの総大将となったのが石田三成です。こちらは3万、押し城にこもるのは成田長安が率いる500の兵しかいませんから、戦う前から勝負は見えていました。ところが長安は凄まじい抵抗を見せるのです。もともと押し城は川や沼地、湿地帯に囲まれた要害でした。それに加えて城兵の士気も高く、豊臣軍は思わぬ苦戦を強いられたのです。ここで三成は力攻めから方針を切り替え、水攻めという作戦に出ました。つまり堤防を作って川をせき止め、城を水没させてやろうと考えたのです。こうして突貫工事が続けられ、長大な堤防がついに完成しました。ところが川の流れを引き込んでも一向に水が溜まっていかないのです。それもそのはず、押し城は水攻めに向かない城でした。実は微妙に高低差があったことで、水が一方向にしか流れていかなかったようです。どうにか水が溜まりますが、城を水没させるに至らず、車の多くは健在のままでした。むしろ水が溜まったおかげで、さらに攻めにくい城へ変貌してしまいます。この段階で三成は頭を抱えたことでしょう。城を落とすどころか赤っ恥をかいたわけですから、戦下手と呼ばれても仕方がありません。さらに悪いことは重なるもので、城兵が堤防を崩したことから決壊し、逆流した水が豊臣方の陣所を直撃したのです。結局数百人の敵死者を出すというありさまでした。さて小田原城が降伏した後も押し城は頑張り続けています。ようやく小田原からの使者がやってきたことで会場に応じたとか。それにしても3万対500とは圧倒的な戦力差でござる。多少無理をしても落とすことはできたはず。なぜ三成様は非効率な水攻めという方法を選ばれたのじゃろうか。秀吉様の派手な城攻めを真似したかったのか、それとも他に理由がござったのか。実は押し城の水攻めを発案されたのは秀吉様だったという説がございまする。水攻めには莫大な資金がかかりまするし、見た目の衝撃度も相当なもの。つまりド派手な落城を演出することで小田原城にいる北条軍の士気を下げる狙いがござったのじゃ。とはいえ算術に明るい三成様とすれば、時間と労力を費やす水攻めなど気が進まなかったことじゃの。ましてや押し城を見て、これは水攻めをしても無駄になると思ったに違いありませぬ。かといって秀吉様からは早く堤防を完成させよと矢のような催促が来まする。とうとう工事は手抜きになってしまい、水攻めは失敗に終わってしまったのじゃ。100% 勝つつもりがまさかの敗戦に。大崎合戦。かつて奥州短大として君臨した大崎氏ですが、戦国時代にはすっかり威勢が衰え、伊達氏に半ば従属するような存在となっていました。しかし当主大崎義隆は伊達政宗の父春宗の死を契機に独立を志すようになり、伊達氏との関係がきな臭くなってくるのです。やがて大崎家中でとある騒動が起こります。それは義隆と重臣氏家義継のいさかいに端を発するもので、義継は政宗を頼り、一方義隆は最上義明に支援を請いました。すると政宗はこれは大崎氏を滅ぼす絶好の機会だと考えます。もし大崎の領地が手に入れば20万石近い土地が転がり込んでくるはず。いかにも野心の強い政宗らしい決断ですね。天正16年、
1588年、政宗は総大将に浜田景隆を任じ、副将として留守正景と泉田重光を従わせました。政宗とすれば、大崎など自分が出るまでもない。そういうふうに考えていたのでしょう。ところが結果は散々でした。副将である正景と重光がことあるごとに仲違いし、軍勢の統率もままなりません。各隊はバラバラに行動しては損害を出してしまう始末です。さらに重光が中新田城を攻めるも大雪のために撤退。そこまでは良いのですが、なんと後方の郡城に入っていた黒川春氏がにわかに離反し、伊達軍の退路を断ってしまいます。こうして大崎勢と黒川勢から挟み撃ちにあった伊達軍は敗走し、どうにか新沼城に入りました。このままでは全滅は免れません。春氏から和睦の提案があったことで、政宗はこれに応じます。そして包囲を解いてもらう代わりに、重光を人質として差し出しました。当時は絶対勝てると踏んだ政宗にとって、大崎攻めは大失敗という結果に終わったのです。勝てる可能性が高いとはいえ、なぜ政宗様は大事な合戦に自ら出陣しなかったのじゃろうか。これには2つの理由が考えられまする。一つは、もし政宗様が軍勢を率いて大崎領へ向かわれれば、背後の芦名や佐竹、さらには最上などが好機と見て押し寄せてくる可能性がござったからじゃ。とりわけ最上義明様の存在は脅威でござった。もし政宗様が留守にされれば、義明様は反伊達連合軍と共謀されて米沢城に兵を向けることは間違いないじゃろう。だから政宗様は動けなかったのじゃ。そしてもう一つの理由は、大崎領を攻める際の陣立てにございまする。実は1万とされる軍勢のほとんどが外様だけで構成されており申した。伊達の譜代家臣団は福島の仙道地方や会津などに動員されておりまするから、動かせるのは戸座間衆だけだったのじゃ。戸座間とはいわば新規召し抱えの家臣でございまするから、その忠誠の度合いなど分かるはずもありませぬ。ましてや政宗様が軍勢を率いるとなると、不測の事態も考えられるじゃろう。だから政宗様はあえて浜田景隆様に陣代を命じられたのじゃ。もし政宗様自ら大崎攻めを指揮しておられたならば、結果は全く違うものになっておったはずじゃ。しかし周囲に強敵を抱える政宗様にとって、米沢を開けるという選択肢はござらなんだ。この段階での大崎攻めは実は最初から無理がござったのじゃ。部下の不手際からまさかの敗戦へ、上田原の戦い。戦国最強とされる武田信玄ですが、ほぼ負けなしの生涯の中で2度だけ敗北を喫した経験があります。いずれも北信濃の武将村上義清を相手にした戦いでした。まず最初の敗戦となったのが上田原の戦いです。天文17年、1548年、武田晴信、後の信玄は8000を率いて北信濃へ出陣。千曲川南岸に陣を構えました。一方、村上義清は5000の兵で千曲川を挟んだ塩田河原に布陣します。やがて退陣してから10日経った頃、味方の士気低下を危惧した重臣、板垣信方がこう進言しました。先に仕掛けて妃を制しましょうと。同意した晴信は信方に先鋒を命じ、3500の板垣勢が一斉に村上勢へ襲いかかりました。すると村上の先陣はあっという間に崩れ落ち、山を乱して敗走していくではありませんか。こうして初戦は武田方の圧勝に終わりますが、まずかったのはその後です。なんと深追いしすぎた板垣勢が陣を敷いたのは、義清がいる本陣のすぐ目の前。
本来なら一旦撤収して陣形を組み直すのが定石ですが、信方は相手を舐めすぎたのです。さらに信方は具足を脱ぎ、その場で悠長に首実験を始める始末。これを見た晴信はすぐに撤収するよう伝令を飛ばしますが、すでに遅すぎました。好機と見た義清が采配を振るうと、勇猛な村上勢が一斉に襲いかかってきました。将棋に座っていた信方は敵に取り囲まれてしまい、あっという間に首を取られてしまいました。信方の油断と不手際が最悪の結果を招いてしまったのです。さらに勢いに乗る村上勢は武田本軍を押しまくり、武勇で知られた甘利虎安までが討ち取られてしまいました。それだけではありません。武田の本陣が手薄になったところにつけ入り、義清自ら奇襲を仕掛けてきたのです。この戦いでは晴信も2箇所に傷を負ってしまったとか。こうして晴信は部下の不手際のおかげで屈辱的な敗北を喫してしまいました。こうしてまさかの敗戦を喫された晴信様でございますが、本人はよほど悔しかったのでございましょう。なんと20日も戦場にとどまり続け、決して敵に後ろを見せなかったと言いまする。先に戦場から去った方が負け、そんな意識が働いたのやもしれませぬ。また配下の諏訪衆や信濃国衆らは新参も同然で、もし負けたとなれば背く恐れがあったことから引くに引けなかった、そんな見方もできるじゃろうか。とはいえ戦場にとどまり続ける兵はたまったものではありませぬ。側近の駒井紅白斎様と勝沼相模守様が晴信様の聖母大井の方様を動かされて、ようやく晴信様を説得して退却が決まったそうじゃ。続く砥石崩れではまたしても村上勢に苦杯を喫しておられまするから、よほど義清様とは相性が悪かったのじゃろう。高すぎるプライドゆえに惨敗を喫した男。第一次河野台の戦い。現在の千葉県市川市に河野台という地名がありますが、ここはかつて北条氏と里見氏が激戦を繰り広げた古戦場でした。さて北条氏綱が相模から武蔵へ勢力を伸ばしていた頃、房総方面で勢力を広げていたのがお弓久保こと足利義昭です。もともとはマリア氏によって擁立された足利一門に過ぎなかったのですが、その武勇と謀略ぶりによって実力を蓄え、今や房総諸将の名手的存在になっていました。やがて北条氏と敵対した義昭は里見や武田といった勢力と連合し、いよいよ氏綱に決戦を挑みます。その舞台となったのが河野台でした。天文7年、1538年、江戸川の東に陣を構えた連合軍は、北条軍が渡河する頃合いを見計らって攻撃するべきと義昭に進言します。ところが、プライドの高い義昭は進言を却下し、思いもよらないことを口にするのです。わしは足利の血統を受け継ぐ公方であるぞ。かたや北条とは伊勢、すなわち足利将軍家の臣下ではないか。そのようなものがわしに弓を引けるはずがあるまい。敵が川を渡り終えたところを正々堂々と迎え撃つつもりじゃ。その言葉を聞いた諸将は唖然としました。わざわざ好機を不意にしてまで自尊心にこだわるのかと。里見や武田は揃って、こんな大将では勝利などおぼつかぬ。もはや我らは持ち場を守るのみである。そう、義昭を見殺しにする考えに至ったのです。義昭の考えと裏腹に、北条軍は臆することなく矢を放ち、果敢に立ち向かっていきます。次第に北条軍が攻勢に転じ、足利勢は劣勢を余儀なくされました。さらに義昭の嫡男義澄も討ち死にを遂げてしまい、もはや勝敗は明らかになりつつあります。しかし逆上した義昭は、不甲斐なき者どもめ、
これから北条の陣へ突き入って氏綱の首を上げてくれると叫ぶや、無謀にも敵陣へ攻め入ろうとしました。すると大量の矢が降り注いでくる中、義明はまるでハリネズミのようにいられてしまい、その場で討ち取られてしまいます。結局里見や武田が義明を助けることはなく、その死を見届けるや粛々と陣払いしたとか。こうしてお弓久保は義明一代で終焉を迎えたのです。お弓久保様が滅んだとはいえ、足利義明様の系統はその後も続き申した。嫡男義澄様は河野台で戦死されたものの、弟の頼澄様が後を継いでおられまする。後に里見氏の庇護を受けつつ生き延びられ、小田原攻めが終わった後は秀吉様から大名としての復帰を許されております。また江戸時代になると頼澄様の嫡男国友様が下野喜連川を領したことから、喜連川を称されて旗本でありながら10万石の大名並みの格式を与えられたそうじゃ。ただし5000石しかないのに10万石の格式でございまするから、金がかかることばっかり。喜連川家は絶えず貧乏じゃったとか。そのため東北諸藩の大名たちが参勤する際には、喜連川宿へ呼び込み、大名行列がやってくるたびに藩士全員で出迎えられたとか。とりわけ上徳院の仙台藩主がやっていらっしゃると、当主自ら宿場で待っておったといいまする。ちなみに足利将軍家の系統はとっくに絶えておることから、この喜連川の家系こそ現在は嫡流なのだそうじゃ。こたびのお話はどうじゃった？誰でも失敗はございまするが、これが合戦となると致命傷になってしまい、大きく運命が変わってしまいますな。皆様の知っておる大失敗な合戦教えてくだされ。最後に重大発表じゃ。この度公式 LINE ができ申した。公式 LINE では歴史を学べるクイズ初級中級上級とございますので、挑戦してみてくだされ。そしてわしの名古屋城の出陣情報もわかりますので、名古屋城へ来る者はぜひ来る前に登録してちょうだい。登録は無料でござる。概要欄からどしどし登録をお願いいたしまする。何、わしの失敗を知りてや。わしの失敗なんて、こたび話した武将様たちの失敗に比べれば小さなことで話すまでもござらん。何、それでも知りてや。それでは名古屋城に来てわしに聞いてくだされ。お主にこそっと教えてやりましょうぞ。先日足軽がぐいぐい登録を迫ってきて、登録するのをためらったというコメントをいただき申した。これはわしの失敗にござる。それではぐいぐい参らず、おしとやかに登録を促して参りまする。登録、高評価、コメントよろしくお願いいたしまする。してくれましたかな。もう一度、登録、高評価、コメントよろしくお願いいたしまする。もう少し元気よくしてみますかな。登録してして、高評価してして、コメントしてして。あ、いつものくせでグイグイやってまった。あ、申し訳ござらん。これは失敗でござる。すまなんだ。それではまた。